皆さんこんにちは。サイエンスホームの宮城です。サイエンスホームの荒垣です。本日は私たち2名と後ほど登場してくる計4名でこちらのコジャモデルハウスをご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速ご紹介していきます。本日ご紹介するのは、特に子育て世代の方にご参考にしていただける平屋の住宅コジャモデルハウスです。こちらのモデルハウス、平屋シリーズの中でも特に人気なアジアンタイプとなっておりまして、ホワイトとブラウンを基調としたアジアンリゾートをイメージしております。床面積28坪とコンパクトながら4つのお部屋と十分な収納スペースがあります。広く感じられる工夫がたくさんありますので、ぜひご注目してご覧ください。そして次にこちらのアプローチの方をご紹介させていただきます。こちらのアプローチの下の方にクールーフという自然素材を使用することによって、さらにアジアンリゾートの雰囲気を醸し出せるようになっております。職人さんが手作業で塗っているので、デザイン性が高くなっております。下地としてもぴったりと密着する素材となっているので、耐久性が高い塗膜となっております。それでは後ろの方もご案内していきます。こちらからも少し見えるのですが、中の方にビオトープを設けております。これ終わってくださいね。回しとこう。皆さんこんにちは。サイエンスホームの宮城です。サイエンスホームの荒垣です。本日は私たち2名と後ほど登場してくる計4名でこちらのコジャモデルハウスをご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速ご紹介していきます。本日ご紹介するのは、特に子育て世代の皆様にご参考にしていただける平屋の住宅コジャモデルハウスとなります。こちらのモデルハウス、床面積28坪の中に4つのお部屋と十分な収納があります。広く感じられる工夫がたくさんあるので、ぜひご注目してご覧ください。それでは早速ご紹介していきます。本日ご紹介させていただきますアジアンリゾートは、平屋タイプの中でも特に人気があって、ホワイトとブラウンを基調としたモデルとなっております。それでは早速中の方を見ていきましょう。まずは玄関ですね。玄関の設計ポイントを宍戸さんお願いできますか。は
はい、玄関は 1.6 畳になっておりまして、シューズインクローゼットも標準でついてきます。窓もついているので空気がこもらなくていいですね。そうなんです。また扉も設けておりますので、この扉を閉めることで玄関周りもすっきりと見せることができますよ。ベビーカーなども収納できていいスペースになりますね。こちらの引き戸も可愛いですね。はい、こちらデザイン引き戸といいまして、ガラスがはめ込まれているんです。玄関入ってすぐがリビングになっているので、このデザイン引き戸を使うことで目隠しの効果や空間の広がりを感じるようにしております。なるほど、デザイン性だけでなく機能性もあるんですね。はい、こちらの扉を開けるとリビングにつながっております。はい、リビングは 10.6 畳になっております。リビングで注目していただきたいのがこちら、壁面収納になっております。壁面収納3つ設けておりまして、で実は1つはエアコン隠しになっているんです。こちらエアコン隠しになっていることで、味安定室を崩さずに心地のいい空間を作るようにできております。こちらに掃き出し窓を設けておりますので、折り間が見え開放的な空間になるように設計しております。大きい窓があることでとても広く感じられますね。こちらはウッドデッキですか？一見ウッドデッキに見えるんですが、実はタイルで仕上げているんです。タイルで仕上げることで水洗いが可能になっております。水洗いができると掃除も楽なので嬉しいポイントですね。続いて和室の紹介になります。和室は 4.5 畳となっております。こちらイグサの畳ではないですよね。何の材料を使っているんですか？はい、サイアスホームでは和紙の琉球畳を使用しております。イグサの洗濯も可能ですが、農薬が残っている可能性もあるため、気にされる方には和紙の方をお勧めさせていただいております。お客様の好みに合わせて選ぶことができるんですね。そうですね。続いてこちら収納になっております。収納も大きくてたくさん収納できそうですね。和室も 4.5 畳よりも広く感じられますね。はい、ツイート棚の下に空間を設けることで 4.5 畳以上の広さを感じられるように設計しております。少し空間を作ることでこんなに広く感じられるんですね。続いてダイニングに移ります。ダイニングの紹介をナナミさんお願いします。こちらは 5.1 畳のダイニングスペースとなっております。こちらのペンダントライトを使用することで、またさらにおしゃれな空間に仕上がっております。そうなんですね。少し工夫するだけでこんなにおしゃれな空間になるんですね。こちらは何ですか？はい、こちらはフォーラルストーンといいまして、自然素材の一つとなっております。ダイニングにつけてもおしゃれですが、テレビの後ろや表札にプラスしてみてもおしゃれになりますね。はい、実際にお客様の中にはアレンジされている方もいらっしゃいまして、コーラルストーンには調湿効果や消臭効果もあるんですよ。なるほど、デザイン性だけでなく機能性も兼ね備えているんですね。こちらの引き戸も可愛いですね。はい、こちらデザイン引き戸といいまして、ごめんなさい。こちらのデザイン引き戸も可愛いですね。デザイン引き戸って言っちゃってます。こちらの引き戸も可愛いですね。はい、こちらデザイン引き戸といいまして、玄関入ってすぐがリビングになって、ごめんなさい大丈夫大丈夫。
それではキッチンの方をご案内していきます。キッチンが 4.5 畳のスペースになっております。こちらのキッチンのサイズが2m55cm になっておりまして、このサイズが標準となっております。なるほど、グレードの高いものを標準としているんですね。他にも嬉しいポイントがあると聞いたのですが、お伺いしてもよろしいですか？はい、今回こちらオプションのウッドワンさんのキッチンをご採用させていただいているのですが、標準のキッチンでは食洗機とあと浄水機能がついたフィルターの方も採用させていただいております。ちなみに今回このようにしてキッチンの雰囲気に合わせて配電収納の方もこういう風にすることができます。キッチンの雰囲気に合わせて選ぶことができていいですね。はい、そしてこちらの今回床がタイルになっているんですが、タイルを選定していただくことによって高級感あふれるキッチンになっております。なるほど、掃除をするときに水はねや油はねも拭き取りやすくていいですね。こちらのドアはどこにつながっているんですか？はい、こちらは駐車場につながっておりまして、もしお買い物された後にそのまま車から荷物の方をキッチンへ運び込める便利な動線となっております。素敵ですね。キッチンに主婦の嬉しいポイントがたくさん詰まっているんですね。続いてこちらの方にありますのがパントリーとなります。こちらのパントリーに長期保存できる食材や大きなお鍋などを保存できるスペースとなっております。なるほど、お客様が遊びに来た際にキッチン片付けたりするのも大変ですよね。パントリーがあるとすっきり収納できていいですね。奥の扉は何ですか？こちらの方がトイレになっております。上半分が漆喰になっているんですが、漆喰には消臭効果があるので上半分は漆喰仕上げで、下半分がトイレという仕上げが人気ですね。確かに漆喰はトイレにぴったりですね。タイルも組み合わせるとさらに素敵になりますね。そうですね、水洗いする方のために床と床のフローリングとタイルの間にグレーチングという溝がついているので、水洗いしてもフローリングに水が流れていかないようになっております。トイレのタイルを水洗いできるのはいいですね。細かなところまで気を使っているんですね。続いて洗面脱衣室になります。特徴は洗面室と脱衣室が分かれている点です。家族の誰かが浴室を使用中でも洗面室を使用したり家事を行ったりすることが可能になっております。続いて洗面室になります。こちらの洗面台かわいいですね。はい、アンティーク調のライトやモザイクタイルをあしらうことがこだわりポイントになっております。アジアンテイストのお部屋立っていて素敵ですね。はい、こちら物干しスペースになっております。こちらのスペースで 4.4 畳ですね。こちらの物干しスペース、設計ポイントはありますか？はい、雨の日でも洗濯物を干すことができることがポイントです。花ブロックを設けることで外からの視線を遮りつつ光や風を取り入れるような設計になっております。天候に左右されないで家事ができるのはいいですね。洗面室ともつながっていて洗濯機からそのまま洗濯物を干せるので風通しもバッチリですね。続いて脱衣室になります。こちらが脱衣室になっておりまして、こちらを進むと浴室になっております。十分な広さがありますし、おしゃれな浴室ですね。浴室乾燥機が標準でついているのでお風呂場で洗濯物を干すこともできますよ。お風呂場を洋服を乾かすスペースとしても使えるんですね。
リビングは 10.6 畳になっております。めっちゃ映る、ごめんごめん。それでは次は主寝室の方をご案内させていただきます。主寝室の方はこちらのキッチン、ダイニングとリビングの方を通り抜けてのこちらの方の部屋になります。こちらの方が主寝室となっておりまして 5.9 畳、約6畳の広さとなっております。主寝室の設計ポイントは何ですか？すぐ横の方が道路になりますので、このように目隠し壁を設置しております。なるほど、目隠し壁を設けても全然圧迫感がないですね。そうですね、こちらの方に目隠し壁と同じくらいの大きさの窓を設置して、さらに目隠し壁の下の方を少し開けてスペースを取ることで、圧迫感が全く感じられない作りになっております。そうなんですね。こちらは何ですか？はい、こちらですね、こちらの方はウォークインクローゼットとなっております。 2.3 畳のスペースになっておりまして、ちゃんと物が収納できる確保を収納できるスペースを確保しております。お洋服以外にも収納することができていいですね。それでは主寝室の方を出まして、こちらの2つの扉の方が子供部屋となっております。それで子供部屋をご紹介していきます。その前にこちらからすごい光が入ってきていますね。はい、こちらの方がトップライトといいまして、天窓になっております。1箇所が標準で使用できるようになっておりますので、こちらのトップライトを取り入れていただくことによって、昼間は明かりがいらないほどこのようにお部屋全体が明るくなります。それでは子供部屋の方をご案内していきます。子供部屋になっております。今流行りの間仕切り戸がついておりまして、このようにお部屋を半分に間仕切ることができます。お子様が小さいうちはお部屋を間仕切らないで広く使えるようにしています。またお子様が家を出て行かれた後はまた洋室として使うことができて、とっても勝手がいいですね。はい、そうですね、間仕切り戸の音の方も収納できるスペースがこちらの方になります。このようなスペースがあるので間仕切り戸を使わない時も便利ですね。コンパクトなのに収納スペースもたくさんあっていいですね。いかがでしたでしょうか？今回ご紹介させていただいたのは平屋アジアンタイプの28坪でした。こちらモデルハウスはちょうど良い間取りをコンセプトにしており、家族全員がストレスフリーに暮らせる動線も考え込まれた作りとなっております。リビングに大きな窓を設けたり、主寝室の壁に間仕切り壁を採用したりなど、コンパクトですが一つ一つの空間を大きく感じられるように工夫を施しております。またどこにいても家族の雰囲気を感じ取れるように、空間を優しく柔らかく仕切る工夫が施されております。今回は動画の方でご案内しましたが、木材フローリングや漆喰の良さなどは実際にモデルハウスに来ていただけるとご体感していただけるかと思います。ぜひ古城モデルハウスに足を運んできてみてください。
今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報が知りたいなと思った方は気軽にお問い合わせご相談ください。また他のモデルハウスの情報や写真はホームページやインスタグラムでご覧いただけます。これからどんどん他の動画もご紹介していきますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。私たちサイエンスホームは皆様のご来場を心よりお待ちしております。お待ちしております。